青木のリズミ大正13年12月12日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。最も初期の品取り軍人。通算13年の中国生活を送った。佐渡原藩士、青木新三の長男として生まれる。陸軍幼年学校を経て、明治10年5月、陸軍士官学校に入学。明治12年12月。 方兵少尉に任官し、翌年12月、陸士を卒業。明治14年4月、山方兵、第二大隊付となり、陸士教官、参謀本部出資などを経て、明治17年10月から同20年12月、新国佐検となり、関東、北京に駐在。明治21年3月、近衛方兵連隊付となり、陸士教官、参謀本部、第二局員、 ベルギー留学などを経て、明治27年8月、第一軍参謀に発令され、翌月から明治28年5月まで、日清戦争に出征した。明治28年5月、参謀本部、第二局員に就任し、明治30年10月から同33年3月まで、新国公使館付となる。遠征外の要請で、新し県陸軍の軍事顧問として、軍の指導、 育成に当たった。帰国後、参謀本部付となり、第五師団司令部付、新国公使官付、参謀本部員を歴任し、明治35年12月、法兵大佐に昇進し、野戦法兵第14連隊長に就任。明治36年11月、新国公使官付となった。この頃、警視刑務学堂に勤めていた官学者の中島翔と知り合い、 後に、蒙古研究の編纂を依頼している。日露戦争では、明治37年7月に、満州軍総司令部付けとして、北京に駐在し、配下に特別任務班と呼ばれる組織を従え、馬俗使用や鉄道、電線破壊工作に従事した。明治38年1月、新国公使官付となり、明治40年11月、陸軍少将、さらに大正2年8月、 陸軍中将に進み、旅順要塞司令官に就任した。大正4年12月、参謀本部付となり、大正6年1月から同12年1月まで、北京政府王兵として、霊源広市の軍事顧問を務めた。この間、大正8年8月、予備役編入、大正10年4月、交尾役となった。ありがとうございます。